はい、トヨタブレビのオズです。オメです。はい、ということでね、2本目の動画でタンデム自転車を紹介したんですけど、なんで僕たちがこのタンデム自転車にしたかとかっていう理由は説明してなかったので、本日はなぜこの2人乗り自転車を選んだかという説明をさせていただきたいと思います。最後まで見てください、はい、お願いします、はい、あのオズくん、はい、自転車私にかかっててめっちゃ重たい。痛い痛い助けて。助ける。はい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 。ということで私から説明していきたいと思います。はい、どうなっちゃうね。タンデム自転車を選んだ理由は主に3つあります。まず1つ目、タンデム自転車で日本一周をしている人がいないからです。はい、2本目の動画でもお伝えした通り、タンデム自転車日本全国走れるわけではございません。タンデム自転車で日本を一周するっていうのはおそらく日本初なのではないかという持論です。まあ日本初嬉しいじゃないですか。前人未到の道を行くというね。日本一が取れるからこれを選びました。はい、次2個目、2人でしかできないことをしたかったからです。日本を旅したいっていうのはもともとあったんですけど、どういう手段を使ってするのかっていうの一番悩んだよね。車か自転車か歩きかとかいろいろ悩んだんですけど、やっぱり2人で日本一周するからには2人でしかできないことをやりたかったっていうのがあって、タンデム自転車2人で力を合わせないと進まないわけですよ。7対3ですね。でしょ。なんでそういうこと言うの？のめちゃんやんない。なんでなんでなんで。じゃあ5対5って言って。5対5です。はい。そう、2人でしかできないことっていうのをこだわって日本一周したかったからタンデム自転車選びました。はい。はい、3点目は？みんなで乗れるからです。はい、ということでね、私たちはこうおしゃべりが大好きなわけですよ。行き先行き先でいろんな方に出会っていろんな方の人生を聞いてね、いろいろ勉強させていただいてるんですけれども、その中でやっぱりタンデム自転車ってものを知らない人がまず多いから、このタンデム自転車っていうのをね、誰かの経験の一つとしてできたらなって思ったので、私たちはみんなが乗れるようにこういう自転車を選びました。このね、タンデム自転車が皆さんとつなげてくれるね、乗り物になってる。はい。なんで私たちにかけた人いつでも試乗会やってるのでぜひ声かけてください、はい、ということで私たちがタンデム自転車を日本一周するパートナーとして選んだ理由、前人未到、自称2人でしかできないことだからみんなとつながれる乗り物、はい、ということでこの3点の理由から私たちはこのタンデム自転車、しかも一番走らない、一番タイヤがちっちゃいやつ、もうこれのおかげでたくさんの方に出会えたし、たくさんの人と話できたし、やっぱこれ選んでよかったなって思いました。まあでも山道登ってる時は後悔しかないですということで今日の動画は以上です。タンデム自転車乗ってみたいと思った方ぜひグッドボタン、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまた次の動画で、バイバイ。